玉那覇直哉のパイロットになろう。今週も始まりました。番組 MC の玉那覇です。この番組は航空業界に携わる方々をゲストとしてお呼びし、ここでしか聞けない航空業界のお話を楽しく聞き出し、航空ファンを増やすことを目指しています。そしてパイロットを含む空の仕事に就きたいという夢をお持ちの方々に有益な情報となるような番組をお届けしたいと思います。この番組は玉道場、ザ・ランゲージカンパニー、株式会社アイテップジャパン、エアスマート、マスターイン、エアスマートアビエーションアカデミー、スカイサンタビズリゾートクラブ、 FSO パイロット留学アカデミー、以上8社の提供でコミュニティラジオ FM ギノワンと FM ヤクからお届けいたします。放送は FM ギノワンのホームページからは YouTube、 そしてツイキャスでは動画配信、リスンラジオでは音声配信を行っております。番組へのメッセージや質問も受け付けております。メールアドレスは797@fmginowan.com です。ツイキャスからでもメッセージは可能です。本日も素晴らしいゲストにお越しいただきました。 MRO ジャパン株式会社航空機整備士、神谷淳孝さんです。 MRO、 M はメンテナンスの整備、 O はリペア修理、 O はオーバーホール、その国内唯一となる MRO 専門会社、しかもその拠点はここ沖縄、地元沖縄出身の神谷さんにお越しいただきました。入社までの経緯やお仕事のお話、そして国内唯一の MRO ジャパンの会社のお話、そんな会社がなぜ沖縄にというお話まで聞いていきたいと思います。それではお昼までの1時間ほどお付き合いください。あ、聞こえます。はい、はい、ここから2分間 CM ですけども、動画流れてます。はい、わかりました。なんか超緊張してるような思う気がありますけど、リラックス、リラックスでいきましょう。わかりました。今音声を入ってて大丈夫よね。はい、地上ではね、音声 の、 あの CM が流れてますけども、ツイキャスト YouTube ではこの状態が流れております。で、アーカイブされた時にも載ってるのか、載ってます。と、これ状態でいいのかな。お、ツイキャスではですね、なんだ、メッセージももう来てない。あ、全部か。マスク外しますね。あ、はい、ありがとうございます。すみません、こちらスタジオなので、スタジオのポリシーマスクをつけさせております。あ、そうか、チラッと、じゃあこんな顔してます。恥ずかしい。こんな顔してます、ね、すみません、ね、緊張感ないスタジオでごめんなさい。緊張します。それは緊張しますよね。神谷さんの後ろには甘いか、横にはカメラに映ってないスタッフの方が。あ、10秒、あと10秒、あと10秒です。はい、それでは皆さん、お待たせいたしました。MRO ジャパン株式会社航空機整備士の神谷さんに今日はお越しいただきました。リモートで、参加していただいております。神谷さん、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではですね、神谷さんの方から、自己紹介をお願いいたします。はい、MRO ジャパン株式会社、整備部客室整備課の神谷淳孝と申します。はい、本日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。客室整備課。あ、そうですね、はい、客室整備課です。ということは整備部の中でも今いろんな部署があるっていうことなんでしょうかね、きっと。そうですね、整備部の中でも、構造整備課でしたり、電気整備課
電気化であったり、いろいろな種類がありまして、その中の、客室、主にお客さんが目にするところ、チートなどに関する作業をメインでやらせていただいております。なるほど。じゃあ今日はそのあたりでですね、その飛行機のどういう整備があるのかというお話もお聞きしていきたいと思いますが、実は今日テーマをね、いくつか準備してまいりました。じゃあまず最初はこちら、はい、神谷さんがこの今 MRO ジャパンに来た整備士への道ですね、そのいきさつっていうのをお聞かせしたいんですけども、はい、私冒頭紹介したように神谷さんはこの地元沖縄の出身というところで間違いないですよね。あ、沖縄出身です。沖縄出身、はい、沖縄本島。沖縄本島です。同じ沖縄本島ちなみにどちらですか、沖縄本島の。糸満ですね。糸満、はい、糸満、沖縄本島の糸満、南部の方ですね。私は中部の宜野湾市ですけども、はい、沖縄市、地元出身というところから糸満で生まれ育って、でそこから、まあ、整備士のいきさついろいろあると思うんですけども、糸満の学校から、どちらに渡ってからのその整備士への道がスタートしたんですか。糸満から、まあ、糸満の地元の小学校中学校を出まして、で沖縄県の名護にあります沖縄工業高等専門学校で5年間、勉強しまして、そこを卒業して、MRO ジャパン入社いたしました。皆さん聞きましたか、沖縄高専ですよ。私の時代にはなかった優秀な人たちがたくさんいるところ私なかった。その沖縄高専、まあ、略して沖縄高専って我々言ってますけども、そこに、はい、何年間、じゃあ中学校卒業して入るってことはまず高校生として入るんですよね。あ、そうですね、高校、まあ、トータル5年間なんですけど、最初の3年間は、まあ、一般の他の高校と同じように、同じ高校で勉強するような、勉強を行いながら、で高専に入った時に、それぞれの学科に配属されます、配属されるんですけど、うん、その配属された、科の、専門分野も学びながら、やっていくっていう感じです。最初、はい、その最初の3年間っていうのは、まあ、いわゆる一般の高校という同じ考え方で、その次の2年間で専門分野を極めるっていう感じなんですかね。あ、ですね、3年間普通の高校と同じ勉強もしながら、その専門分野も一緒にやっていくっていう。で、はい、で3年間終わったら残りの2年間でさらにその専門分野をもっと詳しく勉強していく感じになります。うんうんうん、ちなみにその高専の中でその専門分野もその当時からいわゆる航空機の整備という勉強、まあ、夢を描きながら勉強されてたんですか。いや、最初入試、あの学校入った時はそんなのは全然なくて、機械にちょっと興味があったんで、うんうん、機械系の分野に入りたいなということでその高専を選びました。で、そうですね、はい。じゃあその3年間5年間、まあ、全体5年間の中で機械、まあ、いろんな機械を触ると思うんですけども、ちなみに高専ではどういったものを、はい、機械を触って作っていたんですか。僕高専で、まあ、メインでロボットの、研究をやってまして、うんうんうん、そのロボットに関する、まあ、ロボットをいじってましたね。ロボットってあのものすごくやっぱりあの日本はすごく普及をしていて、もうたくさんの高校生たちがあの、ね、ロボットコンテストでやってるんですけど、はい、あれはやっぱり、かなりの何ていうんですかね、機関のプロジェクトで一つのロボットが作り上げられていくんですか。そうですね、僕最初の3年間は何もやってなかったんですけど、残りの2年間でさらに詳しくやるって言ったじゃないですか。その中で、うんうん、そのロボットに関して勉強、まあ、研究して、うんうんうん、その何ですか、卒業論文というか、うんうん、そういうのを作っていくっていう感じでしたね。もともと中学校の時からロボットやってまして、うん、中学校2年生ぐらいからそのロボットのなんか部活みたいなのありまして、ここでロボットをやって、で大会とかも出まして、その流れで沖縄高専なんかロボットが有名だったんで、はいはいはい、入ってみようかなっていう思いがありまして、
そういう流れになります。あ、じゃあちっちゃい頃から機械をいじって作ったりってするのが得意な少年だったんですね。得意ではないですけど、まあ、ちょっと好きっ好きだった。いや、先ほどからね、その研究とか卒業論文っていう言葉出ましたけども、あの高専っていうところでやっぱりそういう専門を極めていくというところで結構高度な勉強をされてると思うんですけども、そういう5年間 の, そのロボットの開発だとか、まあ工業の勉強をしながら卒業されて整備士へ目指すきっかけっていう何かあるんですか？きっかけは僕幼い頃から両親が海外の方なん で, でよく飛行機に乗ったんですよね、うん、でもう結構年に3、4回ぐらい乗ってまして、うんうんうん、でその昔から飛行機に乗ることが好きで、で沖縄高専に入るときは特にそんな飛行機に関する仕事がめちゃくちゃしたいっていうわけで入ったわけではないんですけど、うん、まあ一応5年生、沖縄の高専5年生になった時にやっぱその昔から好きな飛行機に関する仕事がやりたいということ で, でちょうどその時に MRO ジャパンができるっていうのを聞きましたんで、ナイスタイミング。しかも地元沖縄で、うん、地元が好きなんで僕も特に県外では働きたくないっていうのもありまして、うん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 、でここで飛行機が触れるならここで働いてみようということでこの MRO ジャパンに決めました。え、そのじゃあ高専にいるときに MRO ジャパンが沖縄にできるっていう話が出てきたんですか？あ、そうですね。めちゃめちゃ高専4年生、めっちゃいいタイミングじゃないですか。タイミングが良かったです。ナイスタイミング。そうです。え、4年生のときにじゃあそれができるって聞いて、じゃあ5年生のときにはもうそこを目指して、なんか活動されてたんですか？あ、そうですね。もうここしかないと思っていろいろ調べたりで、その担当の方が、まあ、今取締役やってる方が、直接来ていただいてその人と話してその熱い思いであったりっていうのを聞いてそこにちょっと光りまして、うん、ここでやってみようじゃないかということでということはその時の高専の中で MRO ジャパンの立ち上げっていうところなので、何名ぐらい高専から一緒に入ったんですか？その時は3名ですかね。お、3名、はい、入りました。じゃあいわゆる MRO ジャパンの第1期入社組という理解でよろしいんですか？あ、そうですね、はい。すごいな、このタイミングっていいですね。タイミングが、はい、良かったですね。いや、素晴らしい。で、そうやって、じゃあ MRO ジャパン入社するということのお話を次のテーマとさせていただきます。はい、私冒頭でお話をした MRO、メンテナンスリペアオーバーホールというところで、日本唯一の、まあ、整備会社オーバーホール MRO の会社なんですけども、そこがじゃあ来期として、神谷さんが入社されてどうなんです？最初から整備士の仕事って、まあ、今タイトルで、ね、航空機整備士って書いてますけども、最初はどういったお仕事から始まって整備に行くんでしょうか、はい、そういったお話をちょっとお聞きしたいと思います。一番最初はどんな感じだったんですか？一番最初はですね、まあ、いきなり現場に出れるっていうわけではなくて、いきなり出ちゃったらそれは航空機の品質も怪我もするかもしれないし、うん、安全な航空機送り出すことができないんで、まず入社してからは、まあ、最初の 3,4 ヶ月間は整備基礎訓練ということで、うん、航空機の基礎知識をですね、勉強しまして、で、まあ、簡単な実技作業も行った上で、でその整備基礎訓練の終わり頃に、テストがありますので、それに合格して現場に配属するっていう形になります。うん、これちなみにその研修場所っていうのはもう沖縄だったんですか、最初から？あ、最初、MRO ジャパンの立ち上げが伊丹でしたので、最初は伊丹の方でやってました。うん、はい、じゃあ伊丹に行ってその基礎研修を受けると。で、高専の時にやられたそのロボットだとかそういった、まあ、技術はもうすでに身につけたと思うんですけど、やっぱり航空機となると規模も違うし、その安全というところの責任のジャンルが違うし深さが違うし。そうですね。どうでしたか、その感覚的には。あ、今は立ち上げて今沖縄にあります MRO ジャパンは、すいません、うん、はい、
で、その3、4ヶ月伊丹で研修をして、でそこからどのタイミングで沖縄に来られたんですか？2015年の9月に立ち上げて、で沖縄に移転したのが、2019年の1月頃ですかねに移転してます。うん、そこからずっと沖縄でやってます。なるほど。じゃあその実際沖縄に来てお仕事をされるとなると、先ほどちらっと客室というふうなお話が出てきてもきましたけども、その整備士の仕事ってたくさんあると思うんですが、実際マロージャパンの中で、今まで神谷さんがご自身がやられてきた整備のお仕事ってみのをお話ししていただけますでしょうか？あ、はい。ですね、入社して、4ヶ月ぐらいの整備基礎訓練が終わりますと、そこから、配属されます。で僕もともと客室整備課にちょっと興味があったんで、まあ、そこをどうしても入りたいということで、当時の教官に、言いまして、で客室整備課に配属になりまして、で、まあ、そこから5年間ほど客室整備課1本でやってきて、で、まあ、資格も今、取得するために勉強してまして、まあ、それ取得するために客室整備課だけでは、その航空機に関する、知識っていうのは身につかないので、その航空機の外回りですね、エンジンとか航空機の翼とかに関する作業も、まあ、少したまにはやっております。はい。じゃあ航空機の全体も当然やった上で の、 その資格取得、ちなみにその資格っていうのはどういう資格になるんですか？目指している資格っていうのは、一等航空整備士っていう資格を今、はい、目指しています。難しそう。それは相当な相当な勉強だと思うんですけど、受験はもうそろそろなんですか？何年後とかなんですか？いや、今受験している最中です。あ、もうそろそろ。はい。また再来月に試験が、お、はい、控えて。もう試験じゃないですか。こんな忙しいでありがとうございます。今その客室が希望というところで、もう客室に5年ぐらい、いるというふうにおっしゃってましたけど、はい、例えばその中で、まあ、翼とかエンジンとかっていう周りっておっしゃってましたけど、どういった他 の、 その整備のお仕事っていうのが、あの同僚の皆様とかやってらっしゃるんですか？その他に関しましては、その飛行機の、胴体ストラクチャーに関する、まあ、点検を行う専門分野の方たちだったり、あとは飛行機、電気使ってますんで、その電気の配線を点検する専門分野の、仕事っていうのを、やっております。僕じゃないんですけど専門分野の方がいますんで、うん、あ、そういったチームでやってらっしゃるんですよね。あとペイントですね、塗装もやっております。うん、はい、あのホームページも拝見しました。もう様々なあのね、整備の部門があるらしいんですけども、いわゆるあそこに飛行機がドーンと入って、はい、まあ、整備されると思うんです。見えたそのペイント、まあ、ペイントのお話だったりだとか、まあ、翼を、まあ、触ったりだとかっていうところ、もちろんエンジンも触ると思うんですけども、いわゆるそこに入って、はい、なんて言うんだろうな、その飛行機がボーンと来ましたって出ていくまでに大体何日、何週間、どのぐらいの期間がこの格納庫の中にいるんですか？まあ、ちょっとその作業する内容によって違うんですけど、うん、まあ、大体平均的に3週間とかそのぐらいで、1ヶ月いかないぐらい。それは結構長いと言った方がいいのか短いと言ったのか分かんない。ちょっとね、車と違ってね、あのちょっと例えようがないんだけども、じゃその間ずっともう各所いろんなその専門の方が入られて出ていくと。あ、そうですね、はい、専門の方が、はい、担当してます。うん、ちなみにその最初から客室が希望だったっていうのは何か理由があるんですか？あ、そうですね、まあ、小さい頃からよく飛行機乗ってたんで、そのやっぱお客さんとして目に見える部分を、うん、もっと細かく知りたいなっていう意味で、うんうん、客室整備課選びました。うん、あと、まあ、ホームページでもちょっと確認したんですけども、なんかドック整備とか
あのライン整備とかっていう言葉がどんどん出てきたんですけど、はい、あれをですね、あのなんて言うんだろう、一般の方、まあ、リスナーの方、あの隣にいるマナミンのためにもですね、あのドック整備とライン整備って何ですかっていうことがよく聞かれるんですけど、これ何が違うんですか？ドック整備はあの、まあ、車でいう車検みたいな感じで、あの専門の、格納庫に入れて、で機体を細かく点検したり分解したりして、まあ、不具合があったら、直すのがドック整備です。ライン整備については、その空港で飛行機が、到着して、お客さんが降りて、またお客さんが乗るまでの間に次飛行機が飛ばせるよ、飛ばせますよねっていうのを点検するのがライン整備、まあ、簡単に言いますと、うん、あ、なるほど、そちらになります。はい、それって例えばエマラジャパンの格納庫に入ってる機体っていうのはイメージはその航空会社の機体が入るんですけども、あれは運航の途中じゃなくて、どっちかっていうとなんか車検みたいなイメージでドーンと入ってるんですか？あ、そうですね、そうですね、車検みたいな感じで、はい、入って、まあ、2,3 週間しっかり点検するっていうのが独占。車検みたいなのが 2,3 週間ですよね。やっぱりやる項目も多いしね、規模が大きいんで、ね、規模が大きいですもんね。はい、あの格納庫、まあ、那覇空港なんで私よく見るんですけど、結構広いんですよね。あ、結構大きいですね。あれ多分飛行機に那覇空港から搭乗して、まあ、出たり帰ったりするときにちらって見ると、まあ、遠目で見ても大きいと思うんですよ。マナミ見たことある？あの格納庫自体すごく大きいんですけど、なんか大きさのイメージとして なんだろう、機体が何機ぐらい入るとか、なんか大きさ、機体が大きさ、格納庫、大きい機体、うん、なんて言ったんですかね、あのジャンボ機みたいなやつが1機入るのと、うん、あとは小さい小型機、うん、ボーイング737型機の機体が、うん、大体3、4機ぐらい入ります。でかい。ちなみにボーイング737は私からしたら小型機じゃないですよ私2人乗りとか4名乗り乗るんで、あれ小型機ですけどね。あ、そうです大型機の中に入りますもん、ね、B3 も、まあ、そういう機体がドカーンとあの格納庫に入っていうようなドック整備、はい、それは普段からもういっぱい機体が入って、こうやって整備している様子が見れるんですか？あ、そうです、もう毎日いろんな航空会社の飛行機が入ってまして、もう常に飛行機入ってる状況です。あ、そうか、そもそもいろんな航空会社の機体がそこにドック整備、まあ、車検みたいな形で来て、それを皆さんが点検して外に出していくというところで。そうです、はい、じゃあお客さんはもうあらゆる航空会社ってことですよね？あ、そうですね、はい、うん、これは日本国内国外どっちでしょう？国内国外あります。あ、両方。はい、それの日本最初の MRO の専門会社というところで、じゃあ全国の飛行機が、航空機が日本に沖縄に来て整備されてると。はい、はい、なるほどですね。いや、これね、ぜひとも皆さんホームページでご覧になってですね、どういったお仕事をしているっていうのは今公開しているので、ぜひ見ていきたいなと思います。私自身もですね、すごく興味あって、前回出ていた、ね、三沢さんの時にも番組が終わった後にね、隣のマナミンと一緒にね、これ絶対現場に行って見てみたいよねってお話をするぐらい、やっぱり格納庫に入って飛行機を見るっていう経験なかなかっていうかないよね、普通は。不思議なんだろう、客室として飛行機に乗って見るのはあるんだけど、あれを外から見るっていう機会もなかなかない状態で。はい、ないですね。はい、まあ、実はその MRO ジャパンがですね、こういった今のお話みたいに、飛行機を見てみたいっていうそのツアーも実はあるっていうことをお聞きしましたそれも、なんか地元のニュースでも、ね、流れてましたので、そのあたりもね、一旦 CM を挟んでですね、お聞きしていきたいと思います。では一回 CM に入ります。イベントの写真とかなんかあったら持っとけよったね。なんかもう何回かやられてる様子があったんで、これでニュースだったんでしょ、うん、そうそう、
結構来てるらしいので、あ、メッセージもありがとうございます。なぎすけさん、こんにちは、ありがとうございます。里坊さん、こんにちは、ありがとうございます。あのツイキャスで、あの神谷さんメッセージが来てるので見れると思いますよ。はい、僕も、はい、見てます。あ、見てますか。はい、で、あ、メールも来てるんですね、ありがとうございます。で、 CM 開けるとですね、あの、はい、うちの左側にいるミキサー席に座ってるまなみさんがですね、あの質問をするコーナーがありますので、あ、はい、何を質問するか全く打ち合わせなしなのでめちゃめちゃ飛行機大好き。あ、そうなんですね。空港大好き空港大好き。空港に一人で遊びに行くんでしょ。すごいですね、空港遊びに行くところっていう話をラジオでしたら、誰だった山内社長が、ええー、みたいな。そこに私がこのラジオ始めたんで超喜んでるという話が合う人が来たみたいな聞いてくれる人がいない。あと20秒、はい、じゃあ、はい、20秒開けたらジングルね、はい、久々の生放送。空港大好き女子マナミンの質問コーナー。はい、今出てます？ちゃんと出てます、出てます、出てます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。私もあの MRO さんの記事はいろいろ見て、あの結構新聞とかにも載ってたりとかしたので、はい、それでこのさっきの見学ツアーの話も知ってたんですけどその見学ツアーのことでちょっと聞きたいなと思って、はい、まあ、これから玉那覇さんともちょっとお話しすると思うんですけど、この見学ツアーで神谷さんのその客室整備の視点でお客さんに見てほしい部分っていうのはありますか？なんかこの見学する中で個人的にここをちょっと見てほしいなみたいな視点で、はい、そもそも見学ツアーがさ、はい、何を見るのか、飛行機、あ、まあ、確かにそっか、格納庫を見て、その時飛行機があるかどうかも分かんないけども、うんうんうん、もしあった時に、はい、何を見るか、うんうん、あ、そうですね、うん、まあ、専門のほら、客室の専門の神谷さんならではで、見学ツアーに行くんだったらここを見ておいた方がいいよみたいなところですよね、っていうのがあればちょっと聞きたいな。客室整備課、まあ、あの飛行機の中のお客さんが取り扱うパーツですので、うん、沖縄は非常に暑くて湿気も多いので、はい、うん、そのまま外したやつを外に置いてしまいますとカビちゃったりしますので、 MRO ジャパンとしては、それを防ぐためにタタメール君っていうのがありまして、大きいビニールハウスみたいなやつがあるので、はいはいはい、それを広げてその中にお客さんが使う椅子であったり、テーブルであったりのをそこに入れて、でそこの、まあ、タタメール君の中に、クーラーエアコンを入れまして、保管してるっていうのをやってますんで、そういうのを一応、現場でも見れますんで。いや、はい、そもそも格納庫ってめちゃめちゃ暑くなるところだからね。そうですよね、確かに沖縄ただでさえ暑いし、うん、湿気の今の時期とかだったら湿気もすごいし、でもすごいんでカビがすぐ、なるほど、清潔な衛生を保つために、衛生を保つためですよ、それはそう、衛生を保つために、はい、タタメール君気になる、タタメール君気になるね、見てみたいね。ありがとうございます。はい、白いやつなんですけど、おー、ありがとうございます。じゃあそのツアーについてもさ、はい、ちょっとどんどん聞いていきますの で、 です、ね、はい、はい、はい、まなみありがとうございました。はい、ありがとうございます。まあ、はい、今の質問にも出てきていた、まあ、先ほどあの CM 前にもお話をした MRO ジャパンについてですね、あの先ほどはその神谷さんのお仕事の話もしましたけども、はい、そもそもその、はい、さっきの、いろんな整備がある中でですよ、
いろんな期待が来てるというところですけども、ちなみにその日本全国から、まあ、海外からいろんな、期待来てると思うんですけど、大体もう数え切れないぐらい受注されてるんですかね。たくさん飛行機来てるんですよね。あ、もうはい、かなりの数、やらせていただいてます。うん、その期待、200機、200、300ぐらいは、はい、やってます、ね、200以上。はい、ちなみにその機体の種類っていうのはどういう機体があるんですか。種類の機体としては、格納庫の中で入れてやるのは、まあ、いろいろありまして、プロペラの Q400 であったり、ボーイングの737、767、787、777であったり、あとはエアバスの A320 型機をやってます。で、自衛隊の、洗浄もやってまして、自衛隊のジェット機の、はい、の洗浄っていうのもやってたりします、ね。じゃあ、はい、それこそありとあらゆるタイプの航空機が MRO ジャパンには来るんですね。そうですね、はい。じゃあ例えばその格納庫ツアーに行った時に、いろんな会社も自衛隊も含めている可能性がある。あ、そうですね、はい。いろんな航空会社の機体が入ってますんで、その整備をしている風景も見れるのも一つの楽しみかなと思います。確かに、確かに、はい。そのツアーのちょっとお話なんですけども、これね、さっきもね、まなみんと話したんだけど、行きたいよねって言って、 FM 沖縄でちょっと MRO ジャパンツアーしようぜって募集かけようかって話したんですけど、これちなみに個人でも行けるようなもんなんですか。一人で参加したいっていう人がなんか申し込みはできるもんなんですか。個人からでも、はい、個人 OK、そうですね、はい。ツアーが、まあ、最小人数1名から可能となってます。で、最大45名まで可能となってますので、はい、いいじゃないですか。1名からでもぜひ来てください。 FM 沖縄は MRO ジャパンツアー決定だねちなみにそれはなんて言うんだろう、詳細というかいうのはホームページに行けばじゃあ見れるんですね。ホームページで、はい、確認できます。じゃあホームページで申し込んで、で実施可能かどうか見れると、はい、これ、はい、そうです。何時間ぐらい格納庫にいてそういったツアーが見学できるんですか。大体ツアー自体が1時間半で、まあ、30分が、まあ、移動含めての、説明であったりまして、で残りの1時間がツアーという形になります。いや、これめっちゃいいですよ。航空に興味を持っている方っていうのはたくさんいると思うんですね。で、先ほど神谷さんが、まあ、出身が糸満でね、まあ、ご両親の関係で飛行機乗る機会が多いっておっしゃってましたけど、実は沖縄の子って飛行機乗る機会めちゃめちゃ多いんですよね。ああ、うん、ね、沖縄から、まあ、離島なんでね、本土に行くときにも、まあ、今の時代ほとんど飛行機じゃないですか、はい、なので飛行機乗る機会があると、はい、とは言っても、はい、やっぱり飛行機の中にいる状態が多いと思うので、それを飛行機の外から見るとか整備をされているところを見るなんていう機会なかなかない中、そういうのをちゃんとオフィシャルで、ツアーとして募集しているっていうのはすごく興味があるところであります、はい。それこそ小学校、中学校、高校、それこそ神谷さんの出身校の沖縄高専の人たちが今神谷先輩を頼ってくるんじゃないですか来てないですか来てますよね。はい、来てます、来てます、はい。そしたらもう神谷先輩がしっかりと講演するわけですよ後輩に向けてうちに来いよみたいな、はい。神谷さんがその沖縄高専の、まあ、第1期生だと思うんですけども、その MRO ジャパンに来てるのは沖縄の方っていうのは結構いらっしゃるんですか。はい、そうですね、沖縄のプロパー社員、うん、正社員の方、ほとんど9割が沖縄の出身の方でして、ほとんど沖縄の人。なるほど。まあそういう沖縄の社員って全員が全員整備士ではないと思うんですけども、実は先ほどねちらっとホームページ見ると、まあ、募集の職種の多さというかびっくりしたんですけど、いろんな職種がありますよね。はい、あ、いろいろ、はい、採用しておりまして、まあ、現場で働く方だったり、あとはそれを裏で支えるスタッフ部門でいろいろな、はい、職種がありますので、はい、ぜひチャレンジしていただきたいと、はい。でこれも確か前の三沢さんの時も聞いたんですけども、なんだろう、
もうアルバイトとかそういう、パートタイム含めてさまざまな業種業態が あるというところで、航空業界をまず見てみたいという人はなんかすごく面白そうだなというのが第一印象ですね、ホームページ見たときにも。はい、ね、整備士はもちろんですけど、アルバイトも、はい、よく来まして、うん、結構な数アルバイトの方も入ってきてますので、うん、それはぜひとも皆さんのホームページで、確かキャリアかなんかっていうか、メールですか、ありがとうございます。はい。ホームページで、はい、皆さん、ホームページを、見ていただいて、募集職種を確認して、まずはやってみるというのもありなのかなと思うんですけども、航空業界を見てみるというところ。はい、ここでですね、一件メールをご紹介したいと思います。ラジオネームいっちょんさん、いつもありがとうございます。わお、これを言うのはいつぶりだろう。玉名さんがあたふたするお話をでもそうなんですよ、今日は生放送で、久々にスタジオに来ていますので、私自身がめちゃめちゃ緊張してます。はい、神谷さん、ちょうど高専ができたり、はい、MRO が設立されたり、もう何かもうレールが敷かれてたって感じがしますねっていう。具体的に MRO の会社では整備専門ということですが、どんな機体を整備されるのですかというまず質問一つですね。先ほどね、お話ししていましたけども、さまざまな機体があるということですね。主にどんな機体を整備されているとか、主にどこかの会社を専門で受けている感じですかというのが質問があります。これは先ほど神谷さんがおっしゃっていた、日本全国さまざまな会社が来られて、それこそさまざまな機体があるというところで、専門にその一社だけじゃなくてもいろんな会社を請け負ってるという感じですよね。あ、そうですね、はい、はい、神谷さんは整備のプロですが、他の航空部門でやってみたいこととかありますか。例えばパイロット、 CA さん、整備以外の夢があったら教えてください。夢、はい、ちょっとパイロットとかも興味はありますね。やってみたいとか。おでも、そうですね。かなりの、訓練というか、勉強っていうのを多分やらないと、多分パイロットになれないと思います。そういった意味で、飛行機運転、操縦してみたいっていうのはあります、ね。でも、それこそ、なるのが難しい。客室 の専門整備というところで言うと、今度逆に、客室乗務員に、興味があるとかってないですか。客室そんなにないですねらしいです。市長さんやりたいとありがとうございます。私事ですが、8月に沖縄に行きますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、もうこれツアー決定だな。市長さんツアー決定。はい、市長さん、メールいつもありがとうございました。はい、ですね、まあね、本当にこういうツアーをね、興味がある方たくさんいらっしゃると思うんですよ。でなかなかそういう機会はないんじゃないかな。ぜひね、この沖縄という場所にね、観光で来ていただいて、でその流れですね、那覇空港にある MRO ジャパンの見学っていうのも、そして神谷さんに会いに行こうツアーみたいなのもね、いいかもしれないですね。はい、でそのこの沖縄という、キーワード出ましたけども、この MRO ジャパンが沖縄に出た経緯というか、すごく気になるところなんですね。沖縄の方のたくさんの人がいる、雇用もそうなんでしょうけども、そのなぜ沖縄に、これありますか。なぜ沖縄に来たか、はい、難しいですねそうですね、社長呼んできますか。沖縄の場所がその地理的に、アジアの中心にありまして、うん、最近近年航空機の需要が、成長が期待されている中で、うん、その沖縄がちょうど中心地にあるということで、多くのいろんな航空会社から、飛行機を整備受け入れて、沖縄の今この日本の
日本人が行う品質の高い安全で安心の飛行機を提供できるっていう意味で、その沖縄に MRO ジャパンができているっていう背景になります。うん、うん、はい、素晴らしい。いや、いや本当そういう目的で沖縄に作られて、しかもそこが地元のね、雇用で、そうやって神谷さんのようにね、地元で生まれ育って高専に行って、その沖縄の航空界を貢献できるという人材がたくさん出てくるといいなと思う中で、こういった航空ツアー、格納庫ツアーが地元の子たちがたくさん参加することによになって、MRO ジャパンも含めてそうですけども、航空業界にたくさんの人たちが入ってくれるような、そういった場所になればすごくいいなというのが、私地元の人間として思ってます。神谷さんどうです、実際航空業界に携わって、多分感じること、私も航空業界に入ってるの分かるんですけども、入る前と入った後で印象がだいぶ変わると思うんですね。なんていうのかな、入る前は勝手にですけども、すごくハードルが高い、敷居が高いというイメージがあったと思うんですよ、はい、もちろん安全という面ではもうめちゃそれはハードル高いんですけども、やっぱりもっと航空業界知ってほしいっていう気持ちが入るともっと思うっていう部分があると思うんですが、実際仕事をされてみて、この部分をぜひ、このなんだろうな、いろんな方々に知ってもらいたいっていうようなお話ってありますか。この部分を知ってもらいたい、うん、航空業界、整備、携わってる整備ですよね。はい、はい、ああ、そうですね、難しいですねこの例えばほら整備、今お仕事されてるじゃないですか。はい、でその整備の仕事って、一般の小学生、中学生、高校生が見えない部分が多いと思うんですけど。はい、そうですね、僕客室整備課なんで、普段お客さんが、見ている、景色とは、違う部分も見れます。全部、客室の中シート外したりで、荷物入れるオーバーヘッドビンを外したり、天井のパネルを外したりしますので、そういった普段見られることができない細かい部分ですね、もう確認できるんで、要はそのこういう業界に入ってからでしかそういう見えない部分もありますので、普段見ている部分とは違うところがあって、そういった意味ではとても面白いかなと思います。はい、これ例えばそういう業界に入るためには、いわゆる文系理系っていう日本で言葉ありますけども、神谷さんのようにちっちゃい時から、はい、ロボットが好きで、ものを作るのが好きでっていう、いわゆる理系の人が、多いと思うんですけども、一方で文系の人もいるわけですよね、この世の中にはたくさんの、そういう人たちが仮に、そういった整備だったり、MR ジャパンですよ、そういうところに興味を持って働くっていうことは、これは OK なんですか。もう全然そういう専門分野の方じゃない普通の高校、うん、方も、結構かなりの数入ってきてますので、全然飛行機に興味があるっていう気持ちだけあれば、はい、全然大丈夫かなと思います。あ、じゃあ全然そういう、はい、どうぞどうぞ、知識面で全然なくても、飛行機に興味があるっていうのであれば、全然ここに入社してからでも、そういった基礎的な知識は、先輩方が教えてくれますので全然大丈夫です。あ、それすごく心強いですね。例えば高校に入るときにまだ将来の、夢が決まってない若い子たちがいて、はい、普通高校に進みましたと、その中でも、例えば文系に進みましたっていうときに、例えば今回の航空ツアー、MRO ジャパンツアーで、あ、こういった業界、航空業界にもやっぱりやってみたいって思って文系の高校を卒業してから入社も OK ってことなんですよね。はい、そういう方もいます。そういう方もいるんだって、めちゃめちゃいいじゃないですかそれはやっぱり航空、格納庫ツアー、 MRO ジャパンツアーに行って、現場の人たちのお話を聞き、もっと言うとそういう、いわゆる航空業界ではない方が転職してきたみたいな話もあると、めちゃめちゃなんか親近感も湧いてね、勉強したいなと思う
つながるようになると思うんですけども、うん、この格納庫の中に入るとなんていうんですか、まあ、最大45名ぐらいまでっておっしゃってましたけど、やっぱりそういった質疑応答っていうような、はい、いろんな時間も取っていただけるんでしょうか。もう最後らへん、最後の方に あるんですね。用途途中あるらしいんで、全然大丈夫です。はい、質問していただいて。もうちなみに写真撮影とかはやっぱりダメですかね。写真撮影大丈夫らしいです。大丈夫です。まあまずは確認を取ってから、なんかそういう意味でめちゃめちゃ楽しみですよね。はい、写真は撮っていいんですけど、SNS の、あ、なるほどね。はい、禁止。その辺はやっぱりそうですね。だってね、実際機体を持っていらっしゃる会社だとか個人だとかといらっしゃいますのでね。はい、ただその現場に行ってその空気感、もう雰囲気を見れるという意味ではすごく最大の効果あるのかなと思ってます。でちょっと話戻るんですけども、そのいろんな仕事がある中で、さっきドック整備、ライン整備のお話をしました。で先ほどペイントのお話もしました、はい、自衛隊のお話もしたんですけども、例えば飛行機っていろんな装備品があると思うんですね。はい、その実際このホームページ見ると装備品整備っていうのがあったんですけど、これ今の飛行機ってもうさまざまな装備品があると思うんですけども、それは会社としてはその持ってる航空機、なんだろう、委託を受託をする航空機にさまざまな装備品があると思うんです。その辺はやっぱり対策というのは大変じゃないですか。いろんな会社、いろんな装備品、もう相当の装備品の点検ですか。装備品の点検、もう相当のスペシャリストがなんか、製造でしているのかなという印象があるんですけど。装備品だったらその。構造部門の方が装備品の点検を主に担当してまして、うん、まあ、僕たちの会社ではこの Q400 型機、プロペラ機の、翼の、前方についているリーディングエッジっていうのがありますので、それを外してブーツをまた入れ替えて、まあ、つけるっていうのをやらせていただいてます。うん、ちなみにそういったスペシャリスト、はい、整備士と言われる方っていうのは何名ぐらい今いらっしゃるんですか。装備品に関しては、まあ、大体まあ毎1日 5、6 名ぐらいでやってる感じですね。はい、5、6 名でその作業をやって、うんうんうん、はい、で、まあ1回の作業はその 5、6 名だと思うんですけども、1回の作業5、6名ででもそれがね、チームとして1日中動いてるわけなんですけども、 MRO ジャパン全体として整備士っていう方は何名ぐらい、何百名、百何十名、わかんないですけど、どのぐらいの規模の専門チームがいらっしゃるんですか。整備士だけ現場で出ていく、はい、現場で働く方については大体150名ぐらいですか。150名ぐらい、方がやっぱりいるんですよね。で、その人たちがやっぱりその触る機体が、まあ、250名超いっぱい。はあ、その雰囲気の話をしてる時にですね、今ツイキャスの方でちょっと質問メッセージが来たんですけども、なぎすけさんありがとうございます。整備に使う工具の管理も厳格なんですよね、グッドラックとかドラマで見たのでってありますけども、あ、確かに言いました、なんか部品を、はい、なんか忘れたみたいな、ちょっとあれドラマですけど、はい、まあ、そのぐらい部品の管理、工具の管理っていうのは厳しいんですよね。あ、厳しいですね。その工具に関しての管理も専門の分野、担当 部門がありまして、そちらの方で、管理しています。でその品質を、その工具の品質を保った状態で飛行機を整備していくことで、安全安心な飛行機を提供できるようにしております。工具の管理をする専門部署も、はい、あります。じゃあそれやっぱりそのさっきのホームページにあったドッグ整備、ライン整備、というものの本当に後ろ側にさらにそれぞれの工具を管理する部署っていうのがあって。そうですね、はい、あります。
例えばその今回の航空ツアーが参加した時にその飛行機の整備がこんなのがあって実はこの 裏の舞台ではこういった人たちが活躍をしてこの人たちのサポートがないと仕事ができないみたいないわゆる裏のお話っていうのも聞けるんですかね。なんか聞きたいんですけど、ね、裏の話ですか、はい、整備管理というかそのツール管理とかね。ああそうですね、その整備現場で働く人以外の方で、うん、裏の方にスタッフがいまして、うん、その整備入ってきた機体をどういうふうに、うん、その生産ですね、航空機の生産をどういうふうに どのくらいの期間かけてどういった日程でやっていくっていうのを、うん、調整してくる部門、生産技術部門っていうのもありまして、うん、そういう方が裏にいて、現場も成り立ってるっていう感じです、うん、いやこれはね1時間半2時間、まあ、たっぷり説明いただきながらも多分ねどん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 知っていくともっと見たいということで複数参加もぜひ参加していただいて航空業界に興味を持っていただくと、まあ、まさにこの番組の趣旨である航空業界に興味を持っていただきたいというところがあります。で番組も最後にですね神谷さん地元沖縄で生まれ育って、高専に行かれて今その沖縄を代表する日本を代表する MRO ジャパンに働いてますけれどもそういった方々にですね、先輩として一言こういうことを頑張ってほしいみたいなメッセージがあればお願いします。はい、そうですね、まあ、航空機にその興味が全然航空機に関する知識がなくても飛行機に興味があったり好きっていう気持ちがあれば、全然面白い仕事だと思いますので、そういう方ぜひこの MRO ジャパンに入社していただいて、その沖縄の方が多いので、僕もですけどその周りの方たちと一緒にその航空機の整備を行って、まあ、この沖縄県の全体の、産業を盛り上げていけたらいいなと思ってますのでぜひ、航空機に興味ある方 MRO ジャパンに、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ぜひともねこのラジオを聞いて、まあ、見ている方々でまずは航空業界に興味持ってるっていうだけでも十分まあ、募集条件として OK なのでそこからスタートをして、いろんな業種を見てみるという一つの手ではないでしょうか。で何より今回 MRO ジャパンが、ツアーを実際に計画実施しております。皆さんホームページで、はい、ご覧になってですね、申し込んで、で先ほどマナミンとも話をしてこれは FM 技能で結構ツアーをやろうということもほぼほぼ決まりかけているので地元の方そして沖縄県外から来られる方々ぜひ、MRO ジャパンの見学をして仕事として沖縄県、日本の航空業界を盛り上げていければと思います。はい、お時間となってまいりました。たくさんのコメントもありがとうございました。あ、長岡さん久しぶり来てください沖縄に。はい、本日は MRO ジャパン株式会社航空機整備士神谷淳隆さんに、お越しいただきました。貴重なお話ありがとうございました。また来週です。さよなら。